ヒットネット TV をご覧の皆さん、こんにちは。はい、視聴ですの時間になりました。今回は飛騨高山文化芸術祭こだまあれ2019について国島市長と一緒にお届けをします。市長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、早速ですがゲストをご紹介しましょう。こだまあれといえばこの方、飛騨高山文化芸術祭の会長、大賀山北さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ。ありがとうございます。お願いします。5月から開幕したこだまあれなんですけども、はいはい、市内を舞台に四季を通してさまざまなイベントを展開して、盛り上がっているわけなんですけども、会長、そこで中盤に差し掛かってきたわけなんですが、はい、いかがでしょうか。そうですね、5月にオープニングをさせていただいたんですけども、はい、書道家の武田壮雲さんに来ていただいて、ね、うん、また舞踊、日本舞踊、はい、それから邦楽の、もう若手の そうですね、日本を代表する方々に高山にお越しいただいて、はい、素晴らしいオープニングを、はい、やっていただきまして、本当に花を添えていただけたなというふうに思っております。はい、はい、市長もイベント参加されてますが、いかがですか。そのオープニング、も含めて、はい、オープニングはすごかったね。でもなんていうか、この人がね、まあすごいなと思った。いやいやいや、だってああいう人たちを全部プロデュースするんだもん。そうですよ、はい、武田壮雲さんなんてね、めったにね、そうですね、お目にかかれないよ。はい、うん、テレビの大活躍ですよね。そう、なんかお話聞くとさ、アメリカの方行っちゃうらしいからさ、もう本当、お会いできた最後くらいかもしれない、ひょっとしたら。貴重なお時間やったわけですね。そうなんですよね。はい、そういったわけで、今たくさんのイベントですね、市民の方々によって、はい、実行委員会の方もそうですけど、イベントは開催されているわけでして、ここで、振り返っていきたいなと思っています。はい、でそして後半には今後のこだまわりのイベントについてもご紹介していただきたいと思っているんですが、はい、まず何といってもやっぱり先ほどお話ありましたが、5月のオープニングイベントが、すごかったと思います。はい、振り返ってみますと、まずは大谷会長のご挨拶、開幕宣言の後、幕がこう上がってきまして、はい、そうするとこだまわれ吹奏楽団の方が待っていただいて、はい、で式のもと始まったわけなんですけど。とってもかっこいい演出だなって僕は思ったんですが、市長、いかがでしたか。ファンファーレいいでしょ。よかったですね。え、はい、うん、でもこの人さ、いや本当はトランペーターなんだよ。トランペーターなんだけど、はい、すごいんだよ、この人のトランペットのテクニックっていうのは、ね、すごいんだけど、でも指揮までしちゃうんだから。そうでしたね、やってやって指揮するっていうのは大変なんだよ。ね、自分のこう集中させて、そしてこう、コントロールしなくければいけないけれども、それぞれの持ち味をこう引き出すっていう、そういうことか。いわゆるその、まあ、プロデューサーってそうじゃない。はい、そうですね、やりたいことはこうあるんだけど、それを分かってもらいながらも、そこでそれぞれの個性を出して、いろんな授業をやる。汗が、ね、汗が、ファンファーレの指揮っていうのは、こだまわれ全体の、はい、まあ、プロデュースと同じ意味合いがあったと、僕はそういうふうに袖から見てたね。そういうことだったんですか。どうだった、実際演出について。まあまあ、まあ、ファンファーレは、はい、酒井至さんという方に作曲していただいたんですけど、はい、第1回目の酒井至さんというのはとても実は有名な方で、はい、選抜、春の選抜の行進曲のアレンジはずっとやってみるんです。そうなんですか。で、吹奏楽の世界、またクラシックの世界でも非常に有名な、お忙しい方なんですけども、酒井太郎さんも高山が大好きで、はい、まあ、しょっちゅういらっしゃってるんですけども、私もそんな中でお知り合いっていうか知り合うことができて、はい、お願いって言って作っていただいたんですけども、はい、指揮者ってね、はい、フランス語だとね、シェフって言うんですよ。シェフって言うんですか、料理人、はい、要するにどう音楽を、まあ、調理するかっていうことなんですけども、まあ、別に僕はあそこで料理したわけじゃないんですけど、音楽を、まあ、流れの中でね、はい、どうしても指揮者がいる状況だったので、はい、
まあ、少しはこうやって 1,2,3 ぐらいはできるので、かっこいいことそのまんまこうパッとやって、流れを作っていきたいなという思いで、本当に申し訳ないと思ったんですけど、私がやるのは。でもあのファンファーレも市民の皆さん方のところにはもう定着してきたよね。すごいね。とても素晴らしい演出でした。ありがとうございました。そしてやはり何といっても先ほども話ありましたが、出演者の方が大変豪華でした。もうすごかったですね。武田壮雲先生でしょ、日本舞踊の花柳琴臣先生でしょ、それから笛奏者の隅川武さん、はい、そうですから奏奏者、まあ、おことですね、本間、はい、隆さんということ、そうでしたよ、若手の、もうね、武田壮雲さんに本当に会えるとは僕は思ってなかったので、はい、本当に来ていただけて嬉しかったです。で、まあ、先ほど師匠言われましたけど、本当アメリカ行かれちゃうんですよ、はい、拠点がアメリカに移されるということで、貴重な経験だったんですね。そうだったんです。はあ、本当に素晴らしい方に高山にお越しいただいて、オープニングを飾っていただけたなと思ってます。ですよね。でそんな中、いろいろと催しがあったわけなんですけど、はい、お二方ともに参加されたリレー書道はいはい、はい、簡単にちょっと視聴者の皆さんに解説をしますと、はい、とあるお題について一、はい、人一箇ずつ書いて一つの文字を完成させるといったあの書道なんですけども、当日は観覧者の方も参加されて、ね、4チームに分かれてやったんですよね、はい、市長参加されてみていかがでしたか。田畑さんのター書いたんだよね。本当ですね。ひらがなのターでしたね。ね、はい、ありがとうございます。それまで何かか全然言われてなかったの。焦ったんですね、やっぱり。いきなりだったし、自分でその字を全部まとめるんじゃないので、そうですよ。いわゆるチームワークでしょ。そうです。次が前の人が書いたやつで自分でそこ入れて、あとど、はい、次の人がどう書くのかっていうことも、まあ、ちょっとイメージしなきゃいけないじゃないですか、はい、ああいうっていうのは初めてでちょっとドキドキした。本当に会長いかがでしたか。もうね、市長とちょっとチームが違う。あ、そうでしたね。もう市長には負けられない。最初一角一角をね、はい、他の一角目を、でもね、これ面白いもんで、はい、よし上手に書いてやろうと思ったらね、はい、筆が動かないんですよ。あ、そうなんですか。進まないの、あれと思って。人書くだけでもやっぱり、人前、まあ、多くのいらし皆さんいらっしゃる、そういう緊張感じゃなくて、なんか自分に対するプレッシャーがすごくなっちゃって、はい、なかなかこうクッとやるだけのことができなくなっちゃった。はあ、市長もそうでした。そうそうそう。でも子供さんすごいね。よかったですね、うん、あれはすごかった。可愛らしい子でしたし、そういう発想がさ、我々みたいななんかこううまく書いたろうとかそういうことじゃないからね。純粋にこうガッと出るから、とても盛り上がりましたよね。音楽もそうなんですよ、はい、まあ、先僕もやるんですけど、上手に演奏しようと思うと、体が硬くなっちゃって、はい、演奏できなくなるんですよ。緊張しますもんね。ですからあの時はね、もうあ、その時は自分の勢いで思いで書いちゃおうと思って、スッとしたらスッといきましたね。なるほど。でも子供たちは本当にパッパッいや、子供たちは素晴らしいですよ。いいですね。でも僕はやっぱりこの文化芸術祭、特に小さな子供たちにいっぱい触れ合ってほしいなというふうに思いでやってるっていうこともありますので、本当に嬉しかったです。よかったですね、はい、そんな盛り上がったリレー書道の後は、フィナーレということで出演者4方による圧巻のパフォーマンス披露がありましたよね、視聴いかがでしたか。いや、それぞれのね、もっと見ていたいっていう感じだった ね。はい、それから踊り、そう、音楽に合わせて、はい、字を書いていただいたじゃないですか。命ですよね、うん、はい、すごかったな。あの時の要するに、はい、インパクトで書かれているので、即興でしたんですね、うんうん、だから命っていうのを最初からこう思われて、でも高山のいろんなその山とかを見られて、でしたね、命という字を選ばれた、はい、すごかったですね、あれちょっとね、僕も鳥肌立ちましたね。確かに、はい、それと武田壮さんってさ、はい、めちゃくちゃお茶目やな、あれ面白かったですね。びっくりした俺、ずっと喋りっぱなしで、そうですよ。びっくりしたな。会場もう笑いに包まれましたもんね。本当にちょっと硬い人だと思った。そうですよね、書道家っていうと。前日にワークショップ、はい、子供たちもやらしていただいたんですけど、でした、ね、僕も本当に楽しかったですね、はい、なのでやっぱり上手に書こうと思わないでっていう、そうでしたね、うん、っていう、本当にと思いましたね。ね、うん、自分の文字を愛してほしいとか、そうそうそう、ご自愛くださいといったキーワードがありましたしね。
あのワークショップとかへのへのもへじも書いて、そう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 でしたね、書道では楽しむといった、本当に なんて言うんだろう、あ、はい、素敵だなっていう、うん、字を、でもあの字も芸術ですからね。ですよね。で、まあ、一人で完成させるものですけどもね、はい、先ほどのリレー書道みたいに、はい、こうチームワークで作り上げていったりということで、はい、それも文化芸術の素晴らしいところじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます、はい、まあ、そんなわけでこうオープニングは大成功のもと終わって、はい、その後市内各地でさまざまなイベント開催されました、はいはい、まあ、全ては振り返ることできないんですけど、はい、簡単に振り返っていただいて、そうですね、よろしいですか。5月のオープニングの後、はい、すぐにですね、あの飛騨の里 であのジャズフェスティバルがあったんですけども、ね、その中でもあのアートのコーナーを設けていただいたり、うん、もふっこ祭りっていうのも一緒にやら、はい、あのオープニングの同じ日だったんですね。そうだったんですね。であのちょっと僕も気になったんで、それはやっぱり多くの来場者がいらっしゃったということで、本当に ありがたかったなと思います。で、市民が作るラジオドラマをいよいよこうスタート、応募をしまして、たくさんの方にあの応募いただいて、まああの練習ボイストレーニングもして、でいよいよ脚本ももうすぐ回ってきますので、どんなラジオドラマができるのかを非常に私も楽しみにしているんです。まあ5月はそんな形で進んできました。で6月にはまああの高山市内は本当にあのいっぱいの合唱とかね、吹奏楽とかもちろんオーケストラとか、楽しんでらっしゃる方がいっぱいいるんですけども、まあ、あの中学校高校は吹奏楽部がありますので、そんな子どもたちを対象にですね、もう参加型の講習会をやらせていただいたんですけども、これはあの実はあの日本吹奏楽指導者協会という、これでも大変な協会なんですけども、その全国大会を高山でやっていただいて、でそれに合わせてこれをやっていただいて、もう名だたる指導者の方にもあの講習をしていただいて、そうしましたらですね、まあ、それを見ていたもう全国から集まってきた方が、まあ、そこには大人も入ってるし中学生も高校生も入ってたんですね。だからこういうやり方の講習会って今までちょっと見たことがない、面白いよねっていうことで、あの自分のところにも帰ってぜひやりたいなということで、まあ、ある意味発信ができたかなというふうに思っております。はい。あとは飛騨染めの伝統工芸によるワークショップもございましたし、7月に入ったらあのラブアニマルというの、これね動物好きの方にはたまらない、僕も行ったんですけども、あのハガキ台の大きさの子供たちがいっぱい動物の絵描いてるんですね。もう可愛らしくて可愛らしくて、あのいいのがあったらぜひ選んでくださいっていうのがあったんですけど、もうどれを選んでいいのか本当に迷うぐらいの、あの素晴らしいあの市民提案プロジェクトでしたね。いろいろありますね。あと、そうですね、あと100人の紙窯プロジェクトっていう、紙で新聞紙で、あのなんて器作るんですよ、焼いて。新聞紙で器ですか。すごいですね。焼けてなくなるんじゃないかなと。で燃えちゃいますよね。でもあの僕もあの全部はご一緒できなかったんですけども、あの皆さんたくさん器を作ってやって、あれも楽しそうだなというふうに思いました。あとねちょっと僕これ怖がりなもんだね、階段でないとっていうことでね、あの真夏のお寺で、お寺で怖い話を聞くというね。ですね。こうでもやっぱりそういうのもね面白いんじゃないかと思いますね。そういったの文化芸術って幅広いですね。そう思うと。で今回結構その文芸というか、そちらの方 の企画がたくさんありまして、あの1回目2回目というのはどっちかちょっと少なかったんですけども、今回は本当にあの市民的なプロジェクトも増えまして、そういう、ラジオありがたい、そうですね、ありがたいというふうに思っております。なるほど。でまあ同じくの飛騨万葉プロジェクト、これも、あの年間通してやるんですけども、これのワークショップ、短歌をね、短歌、あ文芸ですね。僕もねあんま作ったことないから、ワークショップちょっと出たんですよ。どうでした？だからも自由でいいんですこれも、ああそうなんだって、自分をどう表現するかなんですね。だから何もとらわれなくていいっていう、そういうまあ、ワークショップで、これはこの後ね本になっていくんですよ。え、書籍化するってことですか？最終的には。へ、それも楽しみ、市民の皆さんの短歌を一つの作品にするということですね。形になっていくんですね。そうですね。はあ、面白い。はい。であと8月は、あの市長の同級生の上田正樹さん。はい、上田正樹さん、同級生、僕中学生の時の同級生の。あ、そうなんですか。そうなんですよ。のコンサートをやっていただきまして、前回かな、っていうか、まあ、あの時は80周年、市政施行の80周年もありまして、
それを機会に上田さんが高山のためにということで、微笑みの街角というね、そうですね、はい、素敵な曲を作っていただいたと。上田さんのシャベルも面白かったですね。やはり軽快な投稿、こう第一線で活躍されてる方なんですね。もう会場をこう包み込んでくれていいですね、うん、本当に楽しませていただきました。当日は松倉中学校の生徒さんも、ね、そう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 、うん、先輩にああいう方がいらっしゃるとそうやいいですよね。ですね、まあ、もしかしたら僕もあんな風になりたいなんていうね、ミュージシャンに、うんうん、友達が出てくればこれもまた夢がある、いいことだと思いますねはい。からあと広田さんという方の、広田俊二さんのピアノリサイタル、これも市民提案プロジェクトでやっていただいた、今ね韓国の音楽大学で先生されてるんですよ、うん、で数々のコンクールでもう1位を取られていて、はあ、でまあオールベートーベンということでね、はい、やられたんですけども、なんかね、あの僕以前から、うん、広田さんちょっと知ってたんですけども、はい、当日はオールベートーベンで広田さんの頭までベートーベンになってて、ベートーベンなの肖像があるでしょ、はい、あんな方が本当にオールベートーベンだなそうなんですか。でも、ね、ピアノ素晴らしかったですね。僕はあの、うん、月光という曲が好きなんですけども、うん、弾いていただいたんですけども、はあ、素晴らしい演奏でしたね。高山出身の方、そうです、高山市中山中学校で、うん、あと学校で弾いたり、うん、弾いてくださったり、あとはあの子供たちに対してレッスンをしてくださったんですね、はい、こういう方がやっぱ高山出身でいらっしゃるということも、うん、ぜひ多くの市民の方に知っていただきたいし、はい、やはりこれから続けていけたらなというふうに思いますね、うん、いろんなこうコラボができてね、うん、というふうにも思っております。あとは、まあ、万葉プロジェクトはまだ何回もやらせていただいておりますし、はい、実はつい先日、はい、リカルド・ベルコンツィさんとイタリアからクレモナから来ていただきまして、はい、バイオリンの話をしていただいた、うん、はい、市長もね会場にお越しになって、はい、まあイタリア人ですからね、うん、なかなかお茶目ですよ。そうなんですね。で会場満員になりまして、はい、本当に面白い話を、まあ、春慶弦楽器って、まあ、僕はこの文化芸術祭のまあ象徴の一つかなというのを思ってるんですけども、春慶弦楽器がねこれからもずっと何百年とね、はい、こう皆さんの宝として、はい、でまあ、今後もいろんなこう展開ができればなというのは思ってるんですけども。そうですね、演奏会とかもね、うん、開かれてますしね、はい、ですから、はい、ボディを作ってくださったベルコンティさんと塗ってくださった熊崎さんも、うんうんはい、一緒に会場にいらっしゃって本当に面白い、うん、バイオリンってこうやってできるんだっていう、はあ、そういった僕もね本当に楽しく聞かせていて本当に いろんなことがこの半年ありました。本当そうですよね、はい、市長盛りだくさんの今お話をお聞きしましたが、はいはい、前半戦のお話をお聞きしまして、うん、いかが思われましたか、うん、さっきちょっとお話あったけど、うん、1回2回っていうところに少し文芸の部分が少なかったのでっていうお話も出てきたので、うんはい、今回それが入ってきてるし、はい、あと残っていくっていうことになるとラジオドラマだったっけ。そうです ね、はい、これも制作してそれが市民が出て、うん、これも残っていくじゃないですか、はい、そうですね。そういうのがすごいし、いわゆる市民の皆さん方の提案プロジェクトももう3倍4倍ですか4倍になってるしね、どん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 広がっていってるんで、これから後半のねそういう事業が楽しみだと、皆さんにやっぱ出てほしいなと思いますよ、はい、そうですよね、はい、主要で形で残るものもあれば、はい、なんか心に残るもの、うん、あいいですね、両方ともこういろんないいこと言いたい、さすが芸術家は違うね、面白い、ね、まあ、形で残るものの象徴が春慶弦楽器かなというふうに、なるほど、ね、うん、思ってますけども、うん、はい、まあ、そんな後半のこだまあれなんですが、気になるイベントについてご紹介お願いします、はい、もうすぐそこにこう迫ってきたので、はい、10月6日なんですけども、はい、小原隆史 with フレンズ、フレンズそしてこだまあれウィンドウオーケストラで副題があるんですね、はい、長いですねいやいや地元出身管楽器プレイヤーと高山少年少女合唱団ともにという、はい、小原さんは前回、うん、実は市民提案プロジェクトでコンサートを開いていただいた、はい、その時は合唱団高山市いっぱいあるんですけども、その方々と一緒にやっていただいたんですけども、はい、ぜひまた高山で楽しいこと面白いことできないかなということで、はい、じゃあ今度は吹奏楽高山盛んだから子どもたちと一緒にどうでしょうっていうお話いただいて、はい、まあ、実現したんですけども、はい、まあ、まあこの5人の方が With Friends
卒業された音楽大学が一緒だったり、 その後の音楽の活動を一緒にやられた方々で、あの、まあ、高山出身というか高山にいらっしゃる、はい、の小坂智子さんとかフルートの岩塚隆子さんもフレンズというお友達ということでね。でこちらの5人がですね、実はせっかくやるんだから、はい、高山出身の素晴らしいプレイヤーがたくさんいらっしゃるのね、はい、で一人でも来てくれないかなと僕思って、はい、電話したんですよ、みんなに、はい、たらね、みんなその日大丈夫だよって。え、そうなんですか。で、本当奇跡的です。はあ、もう全部揃うなんてことは奇跡的です。じゃあ奇跡の日なんですね。そう、この日はもう本当奇跡が起こるんですよ。奇跡を目の前で、で奇跡の音楽が聴けるんですね。でこの、ウィンドオーケストラも公募したんですね、うん、はい、そしたらもう100人超えまして、もう大きな、はい、大きな、あ、ですからね、オーケストラピットっていうのを上げなきゃいけないんです、セリを。またベッドベッドグッと上げて、あのステージちょっと広くしてやらさせていただきますけども、はい、であの堅苦しいコンサートではなくて、はい、本当にあの日頃皆さんが聴いてる、うん、あの音楽であるとか、あの先ほどの、微笑みの街角もやりますし、はい、うん、第2回の時に、はい、あの作っていただいた大きくなったらっていう曲も、あの少年少女合唱団の皆さんに歌っていただくと、そのバックを吹奏楽団がやると。いいな、これはね、大変面白いあのコンサートになると思います。まあ、前半はこうウィズフレンズの小原隆さんとウィズフレンズの皆さんで、後半はもう吹奏楽隊が出て。そうなんですね。もう今はね、練習してますよ。ちょっと楽しみですね。そうですね。はい、市長も出ますか。大学の先生がさ、教授、ソーベルのあの時からすごい人たちですよ。本当奇跡とおっしゃったけど、奇跡に近い本当に。うん。高山からこういう方が実際に誕生してるんですね。だご紹介もできるしね、そういう人たちを皆さんにね。はい。東京芸大の教授ですよ。東京芸術大、日本の最高の世界でもトップレベルので、岩本先生も専属学院音楽大学の教授でいる。教授。まあ教授になれませんよ。そうですよね、間違いなく。市長になるのと同じぐらい難しい。そういうことですか。なるほど。でもいいよね、この曲目ってもね、うん、ラプソディ・イン・ブルーとかカーペンターズ・メロディーとか、はい、ほんと親しみやすい曲を ね、うん、そうですね、選んでいただいてるから、おなじみのですね、ぜひ皆さんにお出かけいただきたい、はい、10月の6日です、はい、6日、市長、あの午後2時からメモに10月6日、はい、もうちゃんと入ってるはずですから小原隆さんはあのおしゃべりも自分でラジオ番組を持ってらっしゃったりして。そうなんですか、はい、またすごい方なの、有名な方なんですよ、はい、あのほっあの僕のうち、まあ、商店街なんですけども、はいはい、観光客の人がね、このポスター見て、って言ってますよ。来るなって、こんなに、すごいね、この高山ってって言っても、もうそれをほんと僕見て、あらーと思ったんですけども、はい、なかなかね、まあ、変な話、東京とか、はい、そこでは実現しない。あ、それを高山でやります。ありがたい。こだまあれならではでございます。ありがとうございます。そうですね、あとは11月に入りまして、はい、これも前回すごかったんです、消化の村芝居。前回は、ね、門外不出と言われてるのを、はい、まあ、前回無理お願いしてやっていた、高山の文化会館でやっていただいたんですけど、今回もやっぱりまた見たいというね。ですよね、うん、あのこだまれ新しいこともどんどんやるんですけども、消化の村芝居みたいな、ね、絶対残していかなきゃいけないの、うん、でそれをやっぱりなかなか紹介までいけない方もいらっしゃるの で、ね、まあ、市内の方にも見ていただきたいなという思いもあって、うん、はい、11月のですね、はい、これは4日でしたか、ね、はい、あの入場も無料になっております。あ、いいですね。ただあのちょっと申し込みに関しては、はい、あの広報高山とかを、ね、うん、しっかりご覧いただきまして、なるほど、あの申し込みいただきたいなというふうに思っております。僕も取材に行ったことあるんですけども、素人とは思えないような本当に素晴らしい演技で、笑いや感動に包まれるといった。そうなんですよね。ですよね、市長。そうそうそう、はい、市長も大好きですから、ね、はい、あれ一杯飲みながらでもまたいいんだけど今回はちょっとダメですよ。はい、そうですね、飲食禁止です。であの12月にはあのこちらでもあの出ていた土地元さんがですね、はい、あのまあ、今芸大の教授ですけど、前は NHK 交響楽団で演奏されて、その時の仲間と組んで N クラフトという金管アンサンブルがあるんですけども、はい、実はこの前、ね、フィンランドの国際大会に招待されたんですよ、はい、招待、ご招待ですよ。ほら、でそちらでフィンランドへ行って演奏されて、フィンランドで、ね、はい、僕サウナ入ってきたのって言ったんですけど、ちゃんと演奏してきたよって言ってましたけども、すごい、もうすごい、でもスタンディングオベーションをもらうぐらいの素晴らしい、
その方々が帰国報告を高山でやりたいと。なんと、いやだ東京でやればって言ったんですけども高山でやりたいということで12月の27日、もう令和元年が終わろうとする、もしかしたら高山では最後の令和元年最後のコンサートかもしれない、文化会館のショーホールで。なるほどです。これもやぜひ、もう東京でやることを高山でやっちゃうというね、これもこだまあれならではでございます。ではまあ、あといろんな市民提案プロジェクトもありますし、はい、あと市民応援プロジェクト随時これ募集してますけどもありますし、はい、でまあ、いよいよクロージングに向かっていくということですね。最後ですね、はいはい。まあ、クロージングはもうこれはね、なんていうか、体で絵を描くとい う, こうボディーボディーペインティングじゃないな、音楽に乗せてこう手でガーッと、はい、あ、そうなの。神田さんという女性の方に来ていただきまして、はい、もう対策を、これもその時のインスピレーションで、はい、音楽に乗って、はい、と絵を、あのコマーシャルとかでも多分皆さん見たことあるんです、あ、そうなんだ。ってことは壇上で、壇上ステージで、楽しみですね。実際にこう手にこう絵の具をつけて、ダーッと大きな作品を作られるんですね。そういう方にも来ていた。そうですか。あとラジオドラマもですね、はい、うん、ここでお披露目をしたいなと、そうなんだ、いうふうに思ってますし、あの、まあ、市内でいろいろ活動している子どもたちもいますので、うん、そういう子たちにもこう出ていただいて、はい、クロージングドーンと行きたいなというのを思ってます。フィナーレですね、はい、楽しみですね。市長いかがですか、うん、今までの話。いや、スタートがさ、はい、あの武田壮雲さんの音楽をこう聞きながらの命、うん、でしたね、でしょ、字で。で今度は音楽聴きながら今度は何、絵でしょ、はい、なんかすごい ね、 いいね、夢があるな、楽しいよね、本当に楽しみですね。だからさっき言ったみたいに、はい、それで終わっちゃうんじゃなしに、うん、また次の3年目につなげていけるようなね、はい、活動ができて、そのきっかけになれば、そうですよね、クロージングっていうけどもスタートになるみたいな、うん、そうですね、うん、次へのスタートということですね。まあ、市民提案プロジェクトこんだけ本当にあるんです。さっき市長にも言っていただきました、4倍、前回の4倍なんですよね、はい、すごい話ですね。ただですね、やっぱりこの方たちも僕らが何もしないと、まあ、やりました、はい、終わりましたなんですけども、はい、今度ですね、もう一堂に集まっていただいて、例えばもうあの授業が終わった方は、はい、まあ、こんなことをやりましたと、はい、でこんな例えば反省じゃないですけども、こんなことが苦労しましたとかね、はい、でこれからやる人はあのこういうことをやりますと、はい、ただこういうところに不安があるんですよねとか、うそういうのをこうマッチングさせて、あ、いいですね、あの情報交換をしていただいて、はい、で例えばその中で、うん、今度一緒にやりませんかとか、はあ、こういうことをやったら新しいなんかこと、はい、文化技術って生まれないかなっていうのを、はい、こう市民テアプロジェクトの皆さんにまたこう考えていただくというかね、はい、そういうきっかけになればいいかなと思って、そういう会もやるんです。相乗効果が生まれるわけですね。そうですね、はい、まあ、次に向かってというか。なるほどです。というか、まあ、あの間の 1,2 年も本当高山の皆さん、うん、本当に活動的でいろんな事業を、ね、はい、皆さんそれぞれでもやってらっしゃるんですけども、はい、まあ、そんな中でじゃあ次のこだまりに向かって、はい、この1年2年をどうこう過ごしてというか、どういうふうに作り上げて、うん、じゃあ3年目にこういうことやろうよとかね、そういう流れができてくると嬉しいなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、そんなこだまわれの後半のイベントについてなんですけど、また広報高山であったりホームページで随時ご紹介していきたいと思ってますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、それでは番組も終盤に差し掛かってきました。はい、はい、それでは最後にお二方よりメッセージを頂戴したいと思いますので、まず大谷会長からお願いします。はい、それはあの市民の皆さんが主役です。僕らではありませんね。でも僕も一緒に楽しませていただいてます。そういう意味ではあの気軽に、文化芸術って難しいよねじゃなくて、はい、あ、なんか面白いことやってるなっていう思いであの参加していただけたらなというふうに思います。高山には本当にたくさんの文化芸術がありますし、新しい文化芸術もたくさん生まれています。その瞬間瞬間に市民の皆様には立ち会っていただきたいし、出会っていただきたいというふうに本当に思いますので、まあ折り返しはしましたけども、まだまだたくさん事業ありますので、いろんなところで情報を取っていただいて、ご参加をいただきたいと思います。お待ちしています。はい、それでは最後に市長からもよろしくお願いします。はい、あの今大貝会長がおっしゃったように、あのみんなで作り上げる高山市ですから、ぜひあのいろんなところで参加をしていただいたり、次は自分が主役になって
何かやってみたいっていうようなことについてもどんどん出していっていただければいいと思います。高山市も皆さんの活動を一生懸命応援させていただきます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今回は、国島市長と一緒にゲストに大ヶ谷会長をお招きしまして、飛騨高山文化芸術祭こだまあれ2019についてお届けをしてきました。趣向を凝らしたイベントがたくさん開かれてますので、ぜひお越しください。それでは今回の番組ここまでとなります。国島市長、大ヶ谷会長、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。